はい、というわけで、スーパーゲストでございますよ。いやいや、通信中、安尾さんでございます。ありがとうございます。すみません、すみません、こんな機会に。四ツ谷でね、アウトブレイクで、アイアンマイズのイベントにね、出られてて。今から徳島帰りますよ。あ、ほんまっすか、うん、この足で。この足で、ほら、これ飲み終わったらもう。あ、もうこれ終わりだから。だから徳島はもう在住やから。あ、なるほど。僕とじゃあ入れ違いみたいなんで。新浜の丸中用意これマジで徳島の人しか分からない。新浜の丸中のな入り口、はい、こう丸中見て右側の入り口の方は、はい、分かりますよ、分かりますよ、分かるやろ、はい、靴直してくれたり、はいはいはい、鍵なんかやってくれるおっちゃん、はい、入り口のとこにあるんですけど、修理屋さんね、靴の修理屋、はい、あのおっちゃん徳島で一番おもろい。新浜におるんですか。新浜の時、あ、四国で一番おもろいおっさんは大丈夫ですか。そう、新浜の真ん中の靴直そうっちゃん。誰がわかんすか、こんなこと言うて。いや、違う、これね、うん、もういいんですけど、もう今ので OK なんですけど、うん、まあ、徳島でも活動してるんで、うん、徳島の人がいっぱい見てくれるっていうんで、うんうん、まあ、お会いした方にメッセージいただこうかなという。じゃあこれは新浜の真ん中のあのおっちゃんを見てくる可能性、可能性はあります。かなりピンポイントでおっちゃんがあるんですが、ありがとうございます。じゃあ全体に一言だけいただけたら、徳島の皆さんにぜひ新浜の真ん中行ってみてください。そっちなんだ。チョリース。やっとお会いできたなっていう感じで、はい、僕が何見せよこれ何を見せよ、長番で見せよ、こんな見せてもしゃあない、これ YouTuber の見せ方な、はい、こんな広告見せてもドラムなんで、ミシャムソ、はいはい、じゃないミシャムソです、ミシャムソです。僕がね、こう一方的にこう、はい、アイアムアイさんつながりで、はい、ツイッターでね、知ってて、はい、PV とかよう出とるから、やってます。そう、それで知っとって、これいつかお会いしたいなと思った時、はい、今日ね、たまたまお会いできたんで、はい、これ動画も出てもらおうかな、光栄でございます。そう、これ本で、はい、ツイッター用の動画なんですけど、はい、まあ、徳島の人がいっぱい見ようるんで、はい、もうどうせやったら東京から徳島のみんなになんか言ってあげてほしいなっていう感じですよ。はい、Hey guys! あ、間違えた、まあ、こんにちは、うん、ミシャムソです。徳島の人、英語圏じゃないからね。はい、普段は顔面アーティストとして、うん、自分の顔を、うん、グッズに落とし込んで表現したり変な仕事モデルをしたり、はいはいはい、歌を歌ったりしてます、うん、ね、あのやついフェスのあれね、あ、キャンペーンガールとか、ね、そういうなんかイメージガールとかもします。絵になりすぎないよ、ミシャムソ。ここ切り抜いただけで商品になってまうから、ぜひしていただけたら、ぜひぜひ徳島のみんなもミシャムソ今からもう押さえておいてください、はい、いろいろCM などおすすめです。もう何にでも使えるから使っていただけたら、ぜひぜひ、はい、ありがとうございます。すだち、そう、すだち、そうですよね、私は本当にすだちが好きです、うん、おお、やったよう言えました。すだち、緑のね、緑ってドビムシとか、うん、サンマ、そう、渋いね、食べ物ね、サンマの、ね、うん、焼いたのとかに、うん、すだちがついてなかったらちょっと怒っちゃいます、うん、あららら、これぐらい徳島ビーキしてくれて、はい、あ、かわいい、皆さんよろしくお願いします。ビシャモーソでございました、はい、ママタルトやないですか。お願いします。ええ顔、日原さんもいい笑顔で、暇でかい、でかいな、こうやって見たら。え、台風の話ですか。いや、違う、お前の話、俺の話ですか。上から見たらすごいから、でかいな、ハゲ通し、ちょっと、でかい、すごい、いや、でもそれおもろいんやけど、ハゲの方行ってもらう、もう面白いオプションつきすぎやな。ハゲはその生まれた時はハゲじゃなかったんですもん。26ぐらいからハゲが来たんで。早いよ。2年間でこんないきなりハゲいじられちゃったんで。デブでやってた俺からしてみたら、その。やっぱしんどい。そのハゲ、ボットでのハゲがいじられるのがちょっとやっぱ。あ、これボットでやっぱビギナーみたいな扱うけど。デブをまず最初にしてほしいですね。徳島の皆様、こんにちは。あ、もう趣旨外してくれた。そうです。これ実はこの徳島の人がいろいろ見てくれとるんで、はい、まあなんかメッセージいただけたらなということで、はい、僕がもう非常に好きなコンビのお二人やから、ぜひぜひという。いや、徳島は本当にその暑いですけどもね、その周りが海に囲まれていて、すごいですね、四季折々、自然もすごい豊かなところですから、本当にいいですよね。徳島だけ、徳島の本当にそういうところは僕はすごい好きなんですよ、徳島の。徳島ラーメン、うん、徳島のフルーツ、徳島のなんかいろいろあるじゃないですか、はいはい、そういう暑いところがすごい好きなんですよ、やっぱり、うんうんうん、海に囲まれて、その四季折々のそういった県のところは僕は囲まれてるんです。なんか一辺だけ説明してるわけです。日原さん言ってる通り、認識
識がちょっとおかしいから、誰か切れとるからもう、その雨降、雨その徳島の時だけやっぱその雨がすごい降っちゃう、冬はすごい雨降っちゃう、もう全然知ってる、全然知らんところ、ちょっとそのね、やっぱり囲まれてるところもあるんで、やっぱそういうところも含めてすぐ徳島がいいなと思います。じゃあもうぜひぜひ、あらららら、すごい面白いお二人が入ってくれましたけど、ごめんね、じゃあ橋本さんと太田さんでございます、どうも。いやこれあの徳島の人が見てるんで、じゃあ、そうだ、そうだね、メッセージくれた、生配信で、生配信で今ライブで見てるってこと、まあまあそんな感じですね、ぜひぜひ、なんか徳島ね行かれたことないかと思うんですけど、行ったことない、まあ、皆さん見てるんでぜひ何か言ってあげてください。行きます、絶対行きます、行くよ何の告知すいません、ありがとうございます。はい、というわけで、ガーリーレコードチャンネル雨の宮さんでございます。聞いてます、え、すごい、うーんみたいになってましたけどいや、あの僕今動画撮る言いましたよね、あ、言ってたっけ、月見そば食うてるじゃないですかまあ今が、時刻でいうと朝の4時、朝の4時 で本当に何時から飲んではったんでしたっけ、僕ですか、はい、17時からすみません、これあの違うんです、違うんです、そんなんじゃないんですよ、もともとその徳島の方がいろいろ見てくれてるんで、なんかメッセージくださいませんかという、そういう体の動画なんです。何て徳島の人、僕のおかんもそうなんですけど、ガーリーレコードチャンネルやっぱ登録してる方ってめちゃめちゃいるわけですよ、ガーリーレコードチャンネルで、はい、4位1位1位1位や1位、ね、あんたは1位や今ほんまこの5分前ぐらいに注文されてたんですけど、マジで12品ぐらい言ってましたよ、ね、しかもずっとね、僕もこれいただいてるんですけど、メガジョッキで酒飲んでるんですよ。いやだってこれは今言ったじゃん、今朝4時でしょ、はい、4時でしょ、朝食じゃないじゃあその下手場合は朝食で言わないです、ブレックファーストじゃない、一回睡眠挟んだら朝食って言うんですよもうあの挟んでない場合は違う、ブレックファーストよ、もう徳島に本当に俺らも多分みんなの総意で遊びに行きたいと思ってますんで、うん、あ、ほんまですか、ありがとうございます、ぜひぜひ遊びに来てください、はい、だから本当に徳島ラーメンとかそれこそ、うん、動画に上がるね、小屋のチャンネルも見てるからさ、すいません、ありがとうございます、うまそうな食べ物がたくさんある、そうなんですよ、まあ自然のもんとかね、いろいろありますから、ラーメン屋さんも田舎やけど250店舗くらいあって、徳島ラーメンだけで、東京なんてさいや東京本当にもう暑いだけよ東京生まれ東京育ちやから、雨の宮さんすいません、あれ。大体のデブはみんな友達。なんかヒップホップで似たような聞いたことある。悪いやつなんですけどね、大体。もらってますけど。すいません、徳島の皆さん、ぜひもうガーリーレコードチャンネルの登録、本当にガーリーレコードチャンネル登録してください。すいません。絶対行くから徳島に。もうぜひぜひということで、すいません、今日はありがとうございました。うん、この後うちに泊まりにおいで。やった。はい、というわけで今日はですね、ガーリーレコードチャンネルの、フェニさんと、太郎さんのお家にお邪魔しております。ちょっとね、おい回してないかお前それ、あ、ごめんなさい、回します、回してんなお前、ツイッターの企画をやってます、何してんの、回すお前、ちょ、何すか何すか、ちょ、え、あ、いや、何やってんすか、何やってんすか、やっぱ直はダメだろ、俺らはすりガラスの住人なんだよ、ね、何言うてんすか、これずっと思ってたけど、こっから出れねえんだ俺ら、いや出れねえんでしょ、おったやないですか普通に、いない、あれはいないよ、違う違う、これあの徳島の人に向けてなんかメッセージくださいっていう動画なんですよ、あ、徳島の人、徳島か、このまま行く、いやもちろん俺はすりガラスの住人だから、ね、何を言っとんかな、うん、全然わからない、うん、そっから、うん、徳島の話、徳島の人ね、あのいろいろ見てくださるんで、うん、なんかもうせっかくもう有名なお二人ですから、なんか言っていただけたらみんな喜ぶと思うんですよ、徳島の人に向けてね、はい、なんかある徳島は、ね、マジでこのまま行く、サオシカとか、よう知っとんなサオシカ、よう知っとんなサオシカ、サオシカでしょ、いや、ちょ、何やってんすか、普通に出てきてください、お前、ちょ、お前、危ない出てきたらええやないですか、危ないってなんですか、サオシカ、サオシカ中だぞ、ね、お前、サオシカ中だなんか聞いたことないですか、サオシカ中なんだよ今、何を言うてんすか、なんだサオシカやってんのに今、いやもうサオシカばっかりやがまあこの人らやわ、もうすいません、ありがとうございました。はい、というわけで今回も皆さんご協力ありがとうございました。今回も前回に続きすごいメンツやったんですけど、やっぱ東京に行ったらいろんな人に会えますから、これも徳島の皆さんにねぜひお伝えできたらなと思って、Twitter 用のやつを YouTube に上げさせてもらいました。では次回またご期待ください。ありがとうございました。